皆さんこんにちは、もみよがです。本日は太陽礼拝を行っていきましょう。何回も繰り返し行うことでどんどん呼吸が動作と合ってきて心地よくできるようになると思います。それでは始めていきましょう。立ち上がっていきます。マットの前方でタダーサナです。足と足の間はできればくっつけてやってきてください。こうね、空いててもいいんですけど、閉じるのをおすすめしたいです。こうだんだん回数を重ねていくとこう適当になっちゃったりするんだけど、ここはしっかりとタダーサナで戻ってくるっていうのをポイントにしてみてください。最初はゆっくり1回やっていきましょう。両手胸の中心合掌していきます。スーリア、ナマスカーラ、太陽礼拝を行っていきます。太陽の神様に祈りを捧げ、たくさんのエネルギーをいただいていきます。一度大きく息を吐いて、はーっと息を吐いたら吸って、両手空、親指クロス、手のひら正面、胸を開いていきます。ウルドゥブハスターサラ、両手斜め前か横を通して前屈です。この時手はべったり床につけたいので膝曲げても大丈夫です。無理しないでね、頭だらっと下げていきます。吸う息、今度は膝裏伸ばします。手はすねかももでも大丈夫です。大丈夫な方は指先をつけて正面を見ましょう。足の裏側を伸ばす、アダウッタナーサナ、深い前屈へ、右足と奥後ろ、お膝をついて足の甲を寝かせたらお腹を締めながら体を起こしていきます。猿のポーズ、アージェリアーサナー、胸を開いて勇ましい自分です。両手を大地へ、後ろの足先立てて左足後ろに持っていきます。手と手の間に顎、そしてそのまま胸を後ろにつけるような形、脇を開かないように気をつけます。発展のポーズ、このまま体を前にスライド、おでこをつけて手の位置を調整し脇を締めます。背中の力だけで上がる、顎を引いて、かかとパカッと開かないように気をつけます。頭頂部斜め上、コブラのポーズ、ブジャンガーサナ、体を下ろしていき、後ろの足先を立てたらお腹の力でぐっと上がります。犬のポーズ、下向き犬のポーズ、アドムカシバナーサナで3呼吸、息を吸って吐いて、お腹薄く吸って吐いて、お腹薄く息を吸って吐いて、お腹薄い、手と手の間、右足一歩前、後ろの膝をついて足の甲を寝かせ体を起こしていきます。両手は大地へ、後ろ足先立てて蹴って前、足を揃えて足先のラインに指先を置いて、お顔を正面、手のひら床から剥がした状態、手はすねかももでも構いません、フラットバック、吐いて深い前屈、両手斜め前か横を通してぐっと上がってきます。そのまま親指をクロスし、手のひら正面に見せてウルドゥブハスタサナ、腕を上げたポーズ、合掌して胸の中心です。吸って、両手空、ちょっとスピードアップしていきます。吐いて前屈、吸って顔を上げたポーズ、吐いて深い前屈、左足です、遠く後ろ、お膝をついて足の甲を寝かせ、ちょっといい加減にならないように一つ一つ丁寧に動きます。吸って、お腹締めて、両手大地、後ろの足先立てて右足後ろ、吐いて発展のポーズ、スライド、おでこつけてコブラ、背中の力だけでアップ、たくさん上げなくても大丈夫、吐いてダウン、後ろ足先立てて、お腹使って手の力ではなくてお腹で上がる、足踏み、3呼吸、息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、手のひらで大地しっかり押して、手と手の間、左足です、一歩前、後ろのお膝をついて大事に足の甲を寝かせ、お腹締めながら体を起こす、斜め上を見上げて、両手大地、後ろ足立てて蹴ります、前、揃えて指先、手のひら床から剥がして正面見る、吐いて深い前屈、
両手斜め前または横を通して体を起こしていきます。親指をクロスして手のひら正面胸を開いて合掌胸の中心、息を吸って両手空、腕を上げたポーズ、吐いて深い前屈、顔を上げたポーズ、深い前屈、右足遠く後ろ。さあ膝をつかずにちょっとポーズ展開します。ちょっと後ろグリグリと足安定するところ、お腹締めて体を起こしていきます。両手耳の横万歳、しっかり力強く。さあ後ろの足先反転させて斜め45度少し、前の足そのまま、うん、このまま手をバッと広げて、肩の高さ、視線はそうそう前方の指先のもっと前を見て遠く見る感じ、こういかないようにね、本当にこういうポーズの多いんだけど、真ん中です。そう、そのまま前の手の肘を曲げて太ももの上、手のひらを上向きにして耳の横に吸い寄せます。 OK、 そのまま手を上の手を上げて後方の太ももの上、前の手のひら上向きにして、手のひら鏡だと思って自分を映す、チームドラ作ってもいいです。両手肩の高さ、そのまま下ろしていきます。挑戦したい方はチャトランナー、前の足後ろにして腕立て伏せのポーズを作ります。きつい方はさっきと同じ8点のポーズ、このまま脇を締めて下ろします。床すれすれキープ、体を前に送り出して、ここから一緒です。コブラ、肩肩甲骨の方向に肩甲骨をグッと下げる感じ、下ろす、お腹です、お腹、手ではなくてお腹で上がる、足踏み、体の使い方の癖が出てきますよ。特にね、回数重ねて疲れてくると自分のね楽しようとするのね、でお腹使わなくなってくるので、しっかりお腹とお尻の締めて、ふー息を吸って吐いて、ラスト一回息を吸って吐いて、じゃあ手と手の間を見て、右足大きく一歩前、後ろの足グリグリ、膝を少しこう後方にかかとをこうグッと蹴る感じで落として体の中心に持ってくる、万歳。そう、すごい大牛のポーズって言って、ものすごいダイナミックな体を強くするポーズ、エネルギッシュにね、はい、そのまま後ろの足を、足先をやや内側に向けて、前の足曲げたまま、両手肩の高さ、輪っから長く伸びる、こういかないように中心変えない、そのまま前の手の肘を曲げ、太もも、手のひら上向き、肘に体重かかりすぎないように耳の横に手を吸い寄せて、お腹使ってキープ、上の手を太ももの後方の太ももの上、前の手のひら上向き、チームダラを作る方はどうぞ、または手のひら鏡にしてご自身を映しましょう。ビダバドラ2番に帰ってから戻ります。チャトランがダンダーサナ、もしくは8点のポーズ、アシタンガーサナ、どちらでも OK です。コブラ、吐く息、お腹を使って、お腹から上がって、下向きのポーズで3呼吸、息を吸って吐いて、手のひらで大腸をして、息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、 OK、 ラストもう一回、息をしっかり吐けたら手と手の間を見て、右足左足と手と手の間に歩きます。トントン、指先ついてお顔正面、吐いて深い前屈、両手斜め前を通してまたは横を通して、親指クロス、手のひら正面、胸を開いて、ウルドゥブハスタサラ、両手胸の中心合掌です。吸って両手空、ラストダイブしてアップダウン、左足後ろの膝ついて、しっかりと猿のポーズを取ります。肩後ろ、肩甲骨下げて、うん、両手大地、後ろ足先立てて、右足後ろ
発展のポーズ。体を前に送り出して、コブラ。ゆっくり下ろして、後ろの足先立てて、体をお腹使って上がる。足踏み、もう一呼吸。手と手の間を見て、左足一歩前、後ろの膝をついて、足の甲を寝かせて、体を起こして、猿のポーズ、アージェリアアサラ。両手を大地に、後ろ足蹴って前、お顔アップ、吐いて深い前屈。両手前、または斜め横を通して、体を起こし、親指をクロスして、手のひら正面、胸を開いて、合掌に変えたら胸の中心に下ろしていきます。息を大きく吸って、吐いて両手体側へ。もう一回息を吸って、吐いて今の心と体をじーっと感じていきます。いかがでしたでしょうか。短い、本当にそんなに回数はやってないんですけど、一つ一つの動きを大事にして、お腹を使うことや呼吸の流れとか、そういったものを、追求していくと、たった3回とかたった4回でも非常に大事なプラクティスになりますし、汗もかけるようになってくると思います。ぜひぜひ続けてみてください。ありがとうございました。ナマステ、ハリオン、バイバイ失礼します。